こんにちは、板垣あずさです。以前印象に残ってたとかすごいなと思った女優さんについてお話をしたんですけど、今回は男優さんバージョンでお話をしていきたいと思いますので、ぜひぜひ聞いてってください。デビューして2作目にすくみずでクッされてるシーンあるんです。あちゃん、そのねシーンに出てくれたのが森林源氏さんなんですよ。超有名でしょ、男優さんの中では。これもね、本当にね、これちょっとあんちゃんの青春レベルの話なんですけど、あんちゃんそれまでクッって行ったことなかったんです、そもそも。でも18でさ、クッ行けてる人もいるかいないかちょっとわかんないけど、まあ行ったことなかったんですよ。あちゃん行ったかもみたいなとかはあったかもしれないけど、本当になんかやばい行かされたみたいななくて、いわゆるそのクッシーンがあって森さんにしてもらって初めて行ったんです多分だから何がすごいんだよって思うじゃん。絶対わかるんだよ。でも、見てる人わかると思うんだけど、それっきり多分、マジやべ、ガチで行ったみたいなことそんなないと思うんだよね。だって今でも覚えてますよ、なんとなく。さすがにそれは。こんなに全然何も覚えてないとか言ってる板垣ですら、もうそれは覚えてるんですよ、意外と。なんか格好とかまで覚えてるもん、なんか。リードのされ方一つでも覚えてるんで、まあ、ぶっちゃけだから、こう、クッ書状あげたみたいなノリじゃん。書状ワードとしてはやっぱ、森さん、すごかったな、みたいな。その説はお世話になりました。すごいよね。もうだから森さん、だからそれから結構いろんな V 出てもらって一緒に共演させてもらってるんですけど、スイッチの入り方とかめちゃめちゃすごいし、優しいシーンとさ、ちょっと悪いシーンってあるじゃん。男の人がね、ちょっとオラオラにするシーンとか、優しいシーンの時に控室の中からすごい一生懸命エロ漫画読んでなんか妄想してるとかって話も聞いたことあるし、すごいスイッチの切り替わりがすごいんですけど、結構彼好きなんですよでもね、森さん好きっていう女優さん多分めっちゃいるんで、多分すごいめちゃめちゃモテオなんで、逆に森さん出てる AV 見て勉強するのもありだと思います。かなり好かれてると思う、本当に。ギャルにも普通の青春派の子にもめちゃめちゃ好かれてる男優さんなので、森さんすごかったエピですね。これはこれで結構過酷なさ、シーンに一緒に出てもらった男優さんとかが地味に覚えてたりっていうのも少なからずあるんですけど、ドグマはみんなが見ても分かる通りさ、まあ、過酷っぽいじゃん。に出てもらった佐川源氏さんとかもすごいなって思う男優さんの一人で、なんか男優さんってそもそもテクニックが上手いのはもう変な話当たり前だったりするじゃん。なんかぶっちゃけじゃないと、あのベテランの男優ラインに入れないんですよ。専属の女の子しかに、まあ、時間取れないとかさ、単純にこうこっちはオファーしてるけどもうオファー多すぎて取れないとかね、そんなのザラなんですよ基本的に。そのベテランラインの男優さんになるってもう当たり前、そのテクニックが上手いとか当たり前で、女の子に優しいとか当たり前なんですけど、ドグマさんにでやっぱ出てる特化してる男優さんっていうのはやっぱあるわけじゃん多分。それがすごくてもうね、怖いぐらい愛情感じる本当にもう怖いぐらい感情ぶつけられるタイプてか、それをさすぐこうさらっとしてくる、やっぱもうすごいじゃん。難しいじゃんそんなの。なんかドラマでも多分あそこまでってないと思うんですけど、ドラマ向きなのかな、そういう男優さんって。源氏さんめちゃめちゃ優しくて、一番優しかったかもしれない、下手したら。でもこれまででも見てもらったら分かると思うんですけど、まあでもドグマのやつだとな、あんなひどいことされて大丈夫とか結構思ってるじゃん。ああいうのきつくないみたいな、ひどいね男優ってみたいなと思ってる人いるかもしれないんですけど、まああれは演出だし、基本的には。なんだろうね、あの凄さどうやって伝えたらいいんだろう。なんかね、男優さんの凄さってテクニックは当たり前、そこじゃないもっとすごい特化してる凄さがある人がやっぱりそこにこうハマるじゃないけど、それなんですよ。なんか分かってますっていうイメージですね。あ、ちなみになんですけど、これ余談なんですけど、私、加藤隆さんとの絡み一回もないんで、これでもだよ。これ別に、あ、隆さんにと別に仲悪かったとか何もないんで、ちょっと普通に言わせてもらうんですけど、板垣加藤隆 NG だった説なんで。普通さ、あの時代ね、みんなデビュー当時ね、絶対かさ、あの、タカさんに逆にお願いするんですよ。あーちゃんもそういう話もあったんです。けど、加藤タカさんに出られたら、あーちゃん緊張してもう何もできないと思ったんです。唯一知ってたのよ、男優さんとして。私の V に出てもらう、すごいありがたいことなんですよ、後で考えたらね。なんだけど、緊張して、他のことできなくなっちゃうと思って、申し訳ないけど NG にさせてもらったって話。これ全然すごかったじゃないんだけどね。でも、別なところでは普通に会ってるし、タカさんの番組に一緒に出させてもらった時期もあったし、あのドグマの撮影の時に、タカさん普通にあんちゃんに差し入れ持って、ケーキ持ってきてくれたりとか、めちゃめちゃ本当に優しい人なんで、別にタカさんが悪いわけじゃないんですけど、板垣がビビっちゃったってだけの話ね。男優さんはね、いや、すごい人いっぱいいるよ、男優さんも。けどごめんね、なんか本当になんか申し訳ないぐらい名前がポンって出てこない。いや、シミケンとかもさ、シミケンくんとかもすごいじゃん。シミケンはね。シミケン知らない人いないでしょ、逆に。シミケンのすごいところは、休憩中に自分の性癖丸出しにしてくるとこ。
そんなに絡みないんですよ、実際多分言うほど。けどシミケンさんのすごいとこってモチベ下げないんだよね。結構さ、デビュー当時とかはぶっちゃけ男優さんと必要以上の距離取らないでって言われてたんですよ。だから休憩中はもう完全にバラバラ、ちょっと V ストップしたりとかしたらもう完全に控室戻ったりとかして喋らない、顔も合わせない、お昼とかも一緒に食べたりもちろんしないしっていう時代だったんですけど、ちょうどシミケンさんと普通にお仕事した時はテンションが下がらないように多少のカメラ切りの間はもう全然普通に裸のままイチャイチャしちゃうとかした時があったんですよ。彼も彼で言っちゃえば自分の性癖あるじゃん、あるけどその日の V の内容がそれじゃなかったりするから、休憩中に自分のモチベ上げようとしてなんかめっちゃアナル舐められたり休憩中にそれすんなって言ったことあるんですけど、ああいうのもでも結果的には多分コミュニケーション取れるからいいんだろうね、すごいなって思います、そういうとこだから。まあだからモテるっていうのもあるのかな、なんかね女優さんとかね、専属でも企画でもどこでも モテるじゃないですか。シミケンさん男にもモテるでしょ、そういうとこなのかもしれないね、こう自分の性癖を隠さないみたいな。あとはもういっぱいあるんですけど、ちょっとあーちゃんこんなところぐらいですか、ちょっとはっきり物申せないというかお話できるとこが結構限られてくるので、まあこんな感じかな。ダイヤさん結構 YouTube とかもやってる方多いと思うので概要欄貼っておきます見てみてください。もしできるならばこの人とコラボして欲しいなとか、なんか絡んでるの見たい的な、コラボしてほしいこの人とはみたいなのがあったら、できるかわからないけどコメントくださいよろしくお願いします。ではあーちゃんでした、また見てください